食べ物ある。3日食べてないの。はあ、ふざけるな。数年ぶりにかかってきた刑事からの電話。その内容は家の様子を見に行ってほしいというものだった。何が起こっているのだろうか。ユイやリオが倒れていたらどうしよう。さまざまな不安を抱えつつ、私たちは刑事の家のチャイムを鳴らした。しかし誰も出てくる気配はない。もしかしたら2人で外出しているのかもしれない。出先なら電話に出られないタイミングがあっても違和感はないだろう。そう思ったが、念のために家の周りを一周してから帰ろうと、正成と庭の方へ歩を進める。数年前と全然変わっていないな、なんて考えつつ歩いていると、正成が話しかけてきた。おい、あれ。正成が指を指す方に目をやると、黒い物体が。なんとなく子供のように見えなくもない。だが黒い物体は全く動くことなく、人なのかも疑うほどだ。まさかこんなことになるなんて。黒い物体の正体を知った時、私たちは声が出ないほどの衝撃を受けた。私の名前は高島真紀子、61歳の専業主婦だ。今は夫の正成と息子の刑事、そして孫の梨央、4人で平穏な生活を送っている。しかしこのような生活を送れるようになるまで様々な試練があった。私と正成が出会ったのは、私が大学を卒業した後に就職した会社だ。初めての環境、初めての仕事、全てが不安な状態で社会人となった私。そんな私に優しく仕事を教えてくれたのが、私の直属の上司となった正成だった。何かわからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとうございます。正成はとても優しく、私は上司として、人として彼を尊敬していた。最初はただの上司と部下という関係だったが、一緒にいる時間が多かったこともあり、私たちの距離はだんだん近づいていった。そしていつしか私たちは恋仲へ。その後3年の交際を経て結婚。私は会社を辞め専業主婦になった。さらに2年後には息子の刑事が生まれたのだ。刑事が大きくなったらいろんな場所に連れて行きたいよな。海とか動物園とか遊園地とか。いいわね、私も久しぶりに行きたいな。二人で小さなケージを見ながら、私たちの未来に思いを巡らせる。ケージには元気で優しく思いやりのある人に育ってほしい。そして彼自身の幸せをつかみ、彼なりの人生を歩んでいってくれたらいいなと願った。その後願った通り、ケージは元気にすくすく育ってくれたのだ。動物たくさんいる。そうだな、たくさんいるな。ケージが生まれたばかりの頃に話していたように、海や動物園、遊園地などのさまざまな場所へ連れて行った。ケージ楽しい？表情で楽しんでくれていることは分かっているのに、ケージの口から聞きたかったのだ。楽しい。私の問いかけにケージは目をキラキラさせて答えた。それからもケージは私たちが願ったようにすくすくと元気に成長していった。そしてあっという間に社会人になったのだ。ケージは家の近くにある会社に就職した。規模としては決して大きいとは言えないが、給料も待遇もいいらしい。また彼の第一希望の会社だったそうで、内定をもらえた時はとても喜んでいたのを覚えている。しかし実際に社会人になると大変なことばかりだそうだ。明日仕事行きたくないな。刑事はぽつりとつぶやいた。
彼の姿を見ると、私が新社会人だった頃のことを思い出す。私も仕事に行きたくないだとか、仕事を辞めたいだとか、弱音を言っていたものだ。まあ、行かないといけないんだけどさ。仕事としっかり向き合っている。真面目な子に育ってくれたんだなと思いつつ、このまま何でも抱え込むような性格になってしまったらどうしようと心配にもなった。気づけば刑事が就職をして3年が経っていた。刑事は変わらず真剣に仕事に向き合っているようで、新社会人になった頃と比べれば顔つきもだいぶ変わっている。親の私が言うのも違うかもしれないが、刑事を見ていると本当に立派に育ってくれたなと誇らしくなる。そんな生活を送っていたある日、夕食の席で刑事から思いもよらぬ話をされた。あのさ、会ってほしい女性がいるんだけど。会ってほしい女性？もしかして。ああ、結婚したい女性がいて。刑事ももう結婚をする年齢か。時の流れは早いなと思いつつ、私は刑事に祝福の言葉を送る。おめでとう。いい人が見つかってよかったわね。ありがとう。相手の女性の名前はゆいというらしい。大学生の頃に知り合い、交際を始めたのは互いに社会人になった後だそうだ。日程は俺たちの都合がいい時でいいって言ってたんだ。日程を調整した結果、顔合わせは2週間後となった。ゆいはどのような子なのだろうか。刑事から見せてもらった写真のゆいにはとても可愛らしい印象を受けた。だが実際に会ってみないとわからないこともある。私は顔合わせの日を楽しみにしつつ準備に勤しんでいた。あっという間に2週間が経ち、顔合わせの日に。緊張するな。そうね。楽しみだと思いつつ、やはり緊張してしまうのも事実。ゆいはどんな人なんだろう。そう思っていると家のチャイムが鳴った。モニターを確認すると、そこには刑事とゆいの姿が。私は急いで刑事たちを家にあげた。実際に見たゆいの印象は、写真を見せてもらった時と大体同じだ。小柄で可愛らしく、おとなしい。紹介するよ。刑事から紹介を受けたゆいは、緊張しているのか、小さな声で、どうも、と言った。そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。はい。ゆいは小さく返事をした。すぐには無理だと思ったが、声をかけた方がゆいも気持ちが違うのではないだろうか。これ、ゆいさんが好きかなって思って用意したの。無理にとは言わないけど、よかったら食べて。そして、私は刑事から助言を受けて買ったお菓子を勧める。あ、はい。ゆいはお菓子を見つめた後、気まずそうに目線をそらした。その後もゆいの様子は変わらない。ずっと下を向き、無言のままだ。ゆいさんはどう思う？あ、誰かが話しかければ答えるが、それ以外は全く口を開こうとしなかった。最初こそかなり緊張しているのだろうと思ったが、時間が経っていくにつれ、だんだん緊張しているわけではないのかなと思い始めた。つまらなそうな、眠そうな、ぼーっとしており、話に参加しようとする意思が全く見えない。大丈夫？ゆいさん。あ、はい。返事もそっけなく、話しかけてくるなと言いたげな視線を向けられる。そんなつもりは全くなかったと言われれば話は別だが、どうしてもゆいの態度が気になってしまった。
結局顔合わせは想定していたよりも早く終わり、ユイは家を後にした。なんかごめん。ユイを送り届けた刑事からは謝罪の言葉が発せられた。ユイ、緊張してるだけだと思うから、結婚して交流を増やしていけばそのうち話してくれるようになると思う。いいのよ、気にしないで。顔合わせだもの、そりゃ緊張するわよ。そうだそうだ、もしユイさんが気にしているようだったらうまくフォローしてやってくれ。あ、ありがとう。刑事がユイは緊張していただけというのなら、それが真実だろう。きっとこの先交流を持つようになれば緊張しなくなってくれるはず。そう思い、私は刑事の言葉を受け入れた。だがやはり違和感が残ってしまう。なんとなくただただ緊張しているだけではないような。それこそ根拠がないため、ユイの本当の気持ちを聞くこともできない。刑事はユイと結婚して幸せになれるのだろうかと不安を抱いたが、私が口出ししていいような問題ではないのは分かっている。刑事が幸せになれるのならそれでいい。私は自らの考えが外れることを願いつつ、刑事とユイを見守ろうと決めた。刑事たちは私たちの家の近くに部屋を借り、そこに住み始めた。過保護かと思われるかもしれないが、刑事たちが近くにいるということで安心感を覚える。実際二人が結婚してから、私たち夫婦と刑事たち夫婦の交流が増えた。ユイは顔合わせの時より笑顔を見せてくれるようになり、私は嬉しくなるばかりだ。また口数も多くなり、私の言い知れぬ不安は外れたのかもしれないと思うように。お母さんもお父さんも今日もありがとうございます。ああ、なるべく頼りたくないんだけど、いろいろ忙しくて。そんな気にしないでよ、生活が変わって大変なんだろうしね、お父さん。そうだよ、せっかくなんだしたくさん頼っていいんだぞ、なんてな。新しい生活が始まって、ケイジもユイも少しは不安を抱いているだろう。しかもユイは地元から離れてこの地にやってきたらしい。それならなおさら私と正成が気にかけた方がいいのではと思う。と言っても私たちは決して出しゃばりはしない。刑事たちに呼ばれれば家へ行くし、相談をされたら的確なアドバイスができるように努める。もし刑事たちが私たちの力が必要でなくなればそれでいい。頼りたい時に頼ってくれればいいのだ。刑事たちも結婚生活に慣れたのか、私たちが呼ばれることは少なくなった。だが全く交流がなくなったわけではない。たまに電話をして互いの近況を報告し合ったり、世間話をしたりしていた。そんなある日、刑事からとても嬉しい報告を受けた。あのさ、俺たち子供できたんだ。え？子供？うん、分かったばかりだからまだまだ先なんだけど、一応報告はしておこうと思って。ユイも母さんたちに言っておいてってさ。やはり時の流れは早い。あんなに小さかったケイジが父親に。おめでとう。私は心からの祝福の言葉を送る。ありがとう。電話越しのケイジの声が少し涙声になっていたのは気のせいだろうか。その声を聞き、思わず私も泣いてしまいそうになる。この先また大変なことが出てくると思うけど、もし何か助けが必要だったら私たちにすぐ連絡するのよ。あとユイさんに絶対に無理はしちゃダメって言っておいて。分かったよ、ユイにも伝えておく。本当にありがとうな。この電話をきっかけに、再び私と正成は刑事たちに呼ばれることが増えた。
ゆいさん大丈夫？何か具合が悪いところとかない？私はソファーにぐったりと座っているゆいに声をかける。はい、大丈夫です。いろいろ頼りっぱなしになっちゃって申し訳ないです。いいのよ、気にしないで。というか私たちが連絡してって言ったんだし、このくらいはさせて。ありがとうございます。ゆいは安心したような顔をして再びソファーにその身を預けた。そんな生活を送って数ヶ月後、ケージとゆいの間には元気な女の子が生まれた。名前はリオ。ケージとゆいにとって初めての子供、そして私と正成にとって初めての孫。ゆいの腕の中にいるリオの姿を見て、不意に子供の頃のケージを思い出す。どうやら正成も同じようだ。なんかケージが赤ちゃんの頃のことを思い出すな。あ、お父さんもそう思った？ああ、なんか顔とか手の感じとか。ちょっと恥ずかしいからやめてくれよ。ケージは照れくさそうに自らの頭に手をやった。それからというもの、私たちは以前より頻繁にケージたちの家へ行くようになった。これも決しておせっかいというわけではない。ケージたちに呼ばれたからだ。やはりリオが生まれたため生活も大きく変わるのは当たり前だし、以前言った通り何かあれば連絡してほしいという気持ちは全く変わらない。ありがとうございます。いいのよ、リオちゃんのことを見ていてあげて。はい。だがリオが生まれてから3年が経った頃、刑事たちに呼び出されることは全くなくなった。それだけにとどまらず全く連絡が取れなくなったのだ。最近何も連絡がないわよね。大丈夫かしら。ちょっと心配だよな。まあ俺たちが無理に連絡する必要はないと思うけど。そうね。まあ何かあったら連絡来るわよね、きっと。さすがに来るだろう。変に喧嘩して連絡が来なくなったわけでもないんだし。正成の言葉に少し安心した。しかし今までの交流が多かった分、親として心配な気持ちは残ったまま。気づけば刑事たちから連絡が来なくなってから2ヶ月が経っていた。さすがに元気でやっているか気になってしまった私は、刑事に連絡をしてみようと思った。まずはメッセージを送るべきかなと考え、念のために正成に同意を求める。ねえ、ちょっとさ、刑事にメッセージ送ってみてもいいかな。心配なのか？ちょっとだけ。考えすぎかな。いや、メッセージ送るだけならいいんじゃないか。正直俺も心配はしていたし。正成から同意を得られたため、私はすぐに刑事へ、元気でやっていますかといった旨のメッセージを送る。しかしメッセージが返ってくる気配は全くない。1週間ほど待った後、再度メッセージを送信。だがメッセージが返ってくることはなかった。刑事に電話してみてもいいかな。一応電話をしてみたい、そう思い再び正成に同意を求めた。ああ、電話かけてみてくれ。正成も気になっていたようだ。すぐに同意の言葉をもらえたため、私はその場で刑事に電話をかけた。しかし1回目は出ず。だが少し時間を置いて2回目をかけると、ようやく刑事が出てくれた。もしもし。でも刑事の声は暗く、以前とは全く違うように聞こえた。あ、もしもし刑事、最近忙しかったの？メッセージ送っても返事がなかったから少し心配になって。すると
私の問いかけに刑事は驚きの返事をする。あのさ、ちょっと、もうメッセージとか電話とかやめてくれないか。え？その瞬間、電話の向こうから女性の声が聞こえた。早く電話切れ！くだらない話してるんじゃねえよ！もう二度と電話をかけて来させるなよな！家にも来させるな！ごめん、ユイが怒ってるから電話切るわ。あと、もう俺たちの家に来ないでほしいんだ、本当に。様子を見に来るとかもやめてほしい。俺たちは元気にやってるから。いつもとは違う焦ったような刑事の声。え？いや、マジで絶対に変なことはしないでくれ。じゃな。結局刑事はそのまま電話を切ってしまった。どうしたんだ？もう電話かけてくるなって。はあ？私は電話で受けた刑事からの言葉を正成に伝えた。最初、正成は信じがたいような顔をしていたが、すぐに思い直したようだ。刑事がそんなことを言うとは思えないが、でも母さんが嘘をつく理由なんてないもんな。刑事も環境が変わったのかもしれないし。そうね。わかった。刑事が言っていた通り、連絡はしないようにしよう。本当は様子は見に行きたいところだが、それもやめておいた方がいいのかもしれないな。刑事たちに何が起こっているのかはわからない。だが、ユイの言葉を聞けば、ただごとではないのは確かだ。本当は様子を見に行きたいところだが、かなり荒れているであろうユイを考えると、それは得策ではない。私たちは刑事の言うことを聞き、この電話以降は接触しないようにしていた。それにしても、ユイはどうしてしまったのだろう。あんなに声を荒げているユイは初めてで、衝撃を受けた。同時に、ユイと初めて会った時のことを思い出す。もしかしたら、あの時に抱いた違和感は間違っていなかったのかもしれない。そう思うと、一気に背筋が凍った。約3年後、私たちは変わらず刑事とは接触をしない生活を送っていた。やはり刑事たちがちゃんと生活を送れているか心配ではあったが、何も連絡がないし、ニュースにも新聞にも載ってないということは大丈夫なのだろうと勝手に解釈した。当然リオとも会えていない。今は6歳になっているだろうか。まだ幼稚園に通っているはずだ。このまま一生刑事たちと会えないのかなんて考えながら生活していたある日、生活が大きく変わる出来事があったのだ。それはとある人物からの一本の電話から始まった。いつも通り私が家事をしている時、スマホに電話がかかってきた。誰からかと思い、スマホの画面に目をやると、そこには刑事の名前が。私は急いで電話に出て刑事に問いかける。もしもし？あ、母さん。刑事は疲れ切った様子で私の言葉に答えた。大丈夫？どうしたの？あ、大丈夫だよ。ごめん、久しぶりの連絡になっちゃって。ちょっとお願いがあってさ。お願い？3年越しに電話をかけてくるほどのお願いとは一体何なのだろうか。私は刑事に聞き返し詳細を聞いた。俺今出張3日目なんだけどさ、ユイと連絡が取れなくなっちゃって。この時間帯は連絡が取れるはずなんだけど、電話がつながる気配がないんだ。よかったらなんだけど、家に様子を見に行ってくれないか？私はいいけど、家に行っていいの？前に絶対に家に来るなって言ってたけど。あの時は本当にごめん。いろいろあってさ。
でも今は大丈夫だから。そう。刑事は詳細を話したくなさそうだ。彼の疲れ切っている声を聞くと無理に聞き出そうとは思えない。わかった。じゃあこれからお父さんと一緒に様子を見に行くから。ありがとう。まあ出かけている可能性もあるから、不在の場合は不在だったって連絡してほしい。わかったよ。久しぶりに刑事と電話ができて嬉しかったが、内容はあまり嬉しいものではない。私は電話を切り、すぐ正重に事情を話した。わかった。正重は返事をし、出かける準備を始める。その後、私たちは急いで刑事たちの家に向かった。何が起こっているのだろうか。ユイやリオンが倒れていたらどうしよう。様々な不安を抱えているうちに、私たちは刑事たちの家に着いた。そして家のチャイムを鳴らす。だが誰も出てくる気配はない。出かけてるんじゃないか。そうっぽいね。一応家の周りも見てから帰ろっか。そうだな。数年前と全然変わっていないな、なんて考えつつ庭を歩いていると、正重が話しかけてきた。おい、あれ。正重が指を指す方に目をやると、そこには黒い物体が。目を凝らすと、なんとなく子供のようにも見える。私たちは恐る恐る黒い物体に近づいた。その正体が分かった時、私は目を疑った。なんと、そこには物置に鎖につながれたリオがいたのだ。リオは3年前と体格こそ変わっているものの、その顔の特徴は以前とあまり変化はない。それに、ここはリオが住んでいる家の庭だ。すぐリオだということが分かった。道路沿いでもないし、人目につかない場所。言い方は悪いが、リオを隠すのにはもってこいだったのだろう。もしかしてリオちゃん。おばあちゃんとおじいちゃん。なんでこんなことに。じっとしてろよ。そう言って、正重はすぐにリオにつながっていた鎖を外した。リオは見るからに元気がなさそうだったため、私は救急車を呼ぶために電話をする。鎖を外してもらったリオは小さな声でお礼を言った後、さらに衝撃的なことを言ってきた。食べ物ある？3日食べてないの。リオの言葉を聞いた私たちは再び声が出ないほどの衝撃を受ける。しかしすぐに正重が口を開いた。はあ？ふざけるな！ユイたちへの怒りが爆発したのか、リオに怒る正重。ちょっとお父さん。ああ、すまない。急に怒られて泣いてしまうかもと思ったが、リオは何が起きているかわからないと言いたげな表情で私たちを見上げた。お母さんはどこにいるかわかる？私はリオに優しく問いかける。しかしリオはユイの居場所を知らないらしい。このような扱いを受けているのだ。知らないのも十分うなずける。そうだよね。救急車が来るまでに何かできることはないだろうかと考えていると、ふと大事なことを思い出した。あ、そうだ、刑事に連絡しなきゃ。そうだな。私はすぐにスマホを取り出し、刑事へ電話をかける。母さん、どうだった？実は。すぐ電話に出てくれた刑事に何が起こっていたのかを説明した。あまりにも非現実的だと思っていたため、刑事が信じてくれなかったらどうしようなんて考えながら説明していたが、彼は少しだけ戸惑いを見せたものの、すぐに、わかった、これから帰るから、と言った。
すんなり信じてくれたため拍子抜けしてしまう。念のためユイにも電話をしたが、やはり出ない。リオをこのようにしたのはユイしかありえないだろう。私はユイへの怒りを抑えつつリオに話しかけ続けた。その後、救急車とパトカーがやってきて、リオは救急車の中へ。そして私たちは警察に事情を聞かれることに。すべて話し終わった後、私はリオの付き添いとして救急車で、正成は車で後を追う形で病院へ向かった。病院で検査をしてもらった結果、リオは栄養失調と脱水症状とされ、処置を受けることに。少し入院した方がいいとのことで、処置が終わったリオは病室へ移った。大丈夫、リオちゃん。うん。リオから詳細を聞きたいところだが、無理に聞くのも違うだろう。私は何気ない話をしながらリオの心を落ち着かせようとする。正成は何も言わず、深刻そうな顔でリオを見つめていた。その時、病室のドアが開き、刑事が中に入ってきた。リオ！個室ということもあり、刑事は駆け足でリオのもとへ。そして静かにリオを抱きしめた。大丈夫か？怖い思いさせてごめんな。本当にごめん。うん、お父さんは悪くない。いや、お母さんを信用しすぎた俺も悪い。やっぱり出張なんてどうにかして断ればよかったんだ。お母さんを信用しすぎた俺も悪い。一体どういうことだろうか。リオとケイジの様子を見て、ユイへの疑念は募っていくばかりだ。だいぶケイジが落ち着いた頃、私は恐る恐る口を開いた。あのさ、母さん、父さん、本当にごめん。迷惑かけちゃって。もう俺どうすればいいんだか。ちょっと待って、落ち着いて。何があったのか聞きたいだけなの。今までは何か事情があるんだろうなって思って何も聞かないようにしていたんだけど、こうなってしまった以上、私とお父さんも事情を聞く権利はあると思う。それは確かにそうだよな。うん、話すよ。私の気持ちが伝わったのか、刑事は詳細を話すことに同意してくれた。リオも何か話してくれるか。お母さんのこととか。正成は怒ってしまったことを気にしているのか、優しくリオに問いかける。しかし反対にリオは全く気にしていないようで。うん、話す。と言った。じゃあまずリオちゃんから話をしてもらえないかな。お父さんが家にいない間に何があったの？怖がらせないように、話しやすいようにリオに問いかけると、リオは布団を握りしめながら話し始めた。お母さん、お父さんが出張で家を空けてから変わっちゃったの。怖くなっちゃったの？うん、ご飯もくれなくなった。飲み物も勝手に飲めなかった。飲んだら怒られるから。ご飯を与えないどころか飲み物も与えてもらえない。なんてひどいのだろう。私は胸が締め付けられるような思いで続きに耳を傾ける。お母さんは怒ったら怖いから静かにしてたんだけどね。でも今日の朝に怒ったお母さんに外に連れてかれて、あのままずっと外にいて。何か怒らせることはしてないんだもんね。うん、静かにしてたもん。今朝からずっと外にいたのなら、ユイが何をしていたのかを知らないのもうなずける。どのような理由があっても自分の娘をあんな目に遭わせていたなんて、ユイは何を考えているのだろうか。
ふと正成と刑事を見ると、二人は何とも言えない顔をしていた。ゆいの行動が信じられないのだと思う。私も同じく、ゆいの行動の意図が理解できない。覚えていることはここまでかな？うん。じゃあ、次は刑事。話せ。ああ。正成は土器を含んだ声で刑事に呼びかける。みんなの視線はリオから彼へ移った。実は、リオが3歳くらいになってから、ユイが変わっちゃったんだ。言葉遣いも荒くなったし、すぐ怒るようになったし。最初は注意してたんだけど、だんだんユイに圧倒されるようになって、ユイの言いなりになるしかなかったんだ。疲弊しきった様子で話を進める刑事。そんな姿を見ていると、彼が嘘をついているようには全く思えない。じゃあ、電話とか家に来るなっていうのも、ユイが関わらせるなって。きっと自分の行動が外部に漏れたら面倒なことになるって分かっていたんだろうな。俺も言いなりになっていたから、誰かに置かれている状況を話すってことも思いつかなくて。そういうことだったのね。じゃあ、信じすぎたとかなんとか言ってたのは。正成からの問いに刑事は再び口を開く。俺、今回の出張が初めての出張でさ、ユイの言いなりになっていたのは事実なんだけど、リオのことは心配に思ってたんだ。でも出張を断るわけにもいかなくてさ、ユイに出張に行かないといけないことを話したんだ。そしたらその日からユイが急に優しくなって。優しくなった？あ、今考えたら俺を油断させるためだったと思う。きっとユイは刑事がリオのことを大切にしていたのは知っていたはずだ。刑事に自分が出張で家を空けているときはリオに対してひどい扱いはしない、心配しないで出張に行ってほしいと考えた結果、ユイは急に優しくなったのだろう。そうすることにより、刑事は油断してリオをユイに任せられるのだから。出張に行ってからは毎日同じような時間に電話をしていたんだ。その時はイライラしている感じもなくて、普通だなって思って安心してたんだよ。ユイも心を入れ替えたのかなって思って、完全に油断してた。よく考えたら、何年も気性が荒かったのに、急に治るわけないよな。こんなことを言いたくはなかったけど、ユイを信じすぎてたよ。目が覚めた。ああ、完全に目が覚めた。もう離婚するよ。刑事からすべてを聞いたとき、なんてひどい目に遭っていたんだろうと胸が痛くなった。正成もうつむいており、言葉が出ないようだ。リオはどうだ？お母さんと離れるのは寂しいか？うん、寂しくない。お父さんと一緒がいい。リオのまっすぐな言葉を聞き、刑事は笑みをこぼした。そして、ありがとう、と言った。あ、でも、まずはユイを探さなきゃいけないんだよな。そうなの。どこにいるかわからなくて。こっちに来る最中、何回か電話かけたんだけど、出なくて。でも、いいこと思いついた。そう言った刑事はスマホを取り出し、捜査を始める。いいこと？大学の頃の友達に連絡してみるんだ。誰か何か知ってると思うし、何か知ってる人がいなくてもヒントがあるかもしれない。確かにそれはいいかもしれないわね。刑事が連絡をすると、思ったよりすぐにユイの居場所を知ることができた。どうやらユイをかくまっているとのことらしい。居場所を知れたのと同時に、
かくまっている友達はよく教えてくれたなとも思う。よく教えてくれたな、その友達。正成も同じように思ったらしく、刑事に声をかけていた。すると刑事は笑いながら、まあいろいろあったんだろうな、俺が知らないところで周りに恨みを買ってたとか、ほら内心腹が立ってても関係を崩したくないって思って表向きはいい顔をするだろう。でも今回の事情を知ったらもういいやって思ったみたいな、と言った。ユイの態度を考えると正直理解できてしまう。その後ユイを探していた警察に彼女の居場所を連絡。それから1時間後にはユイを連行したという連絡をもらった。これで一安心だ。あとはすべて警察に任せてリオのケアに集中しようと思った。それからリオは治療の甲斐あってかすっかり元気に。家には帰らず、しばらくは刑事と共に私たちの家で生活することとなった。行けていなかった幼稚園にも行けるようになり、日に日に笑顔が増えていって嬉しく思う。リオが元気になってくれて嬉しいが、それと同時にユイのことが気になっていた。警察からユイの証言を聞いたが、それはもうひどいものだった。ユイは事情聴取で散々なことを言っていたらしい。夫も娘ももういらない。離婚したいなって思っていたけど、もしかしたら私がお金を払うのかなと思ったから言い出せなかった。なぜ離婚したいかと問われれば、新しい男ができたから、なんて答えたそう。リオを庭に放置していた理由もなんとなくだそう。別に娘なんていなくなってもいいし、むしろいなくなってほしかった。あのまま亡くなっていたらそれはそれでいいかなみたいな。あんなブスな子供より新しい男との子供を早く育てたかった、とも言っていたらしく、耳を疑った。警察からユイの証言を聞いた私たちは怒りで何も言えず、ユイの言葉を要約するならば、新しい男ができたから刑事とリオはもういらないということだろう。ユイの言いなりになっていた刑事だ。彼女の浮気に気づかなくても無理はない。もうユイとは関わらないつもりだったが、最後に何か言ってやりたい、そう思い、私と刑事はリオが幼稚園へ行っている間にユイのもとへ面会をしに行った。正成は、もうあんな女の顔も見たくないわ、とのことで面会へは同行しなかった。面会室に通された数分後、ユイがやってきた。来てくれたの？ありがとう刑事くん。お母さんもありがとうございます。会いたかった。ユイは私たちを見るなり猫なで声で話を始める。すっごい寂しかった。誰も来てくれないから。当たり前だろ。調子よく話を始めるユイに刑事が冷たく言い放つ。他で男作ってたんだってな。100歩譲ってそれはいいよ。俺をどう思ってもいいし、何をしてもいい。でもリオだけはダメだ。なんでリオにあんなひどいことをした？お前自分で何をしたか分かっているのか？刑事に問われたユイは一気に不機嫌になる。は？何？それを言いに来たの？別にいいじゃん。結局リオは何もなかったんでしょ？知らないけど。ただ説教しに来ただけなら帰って。てか、私は本能に従っただけ。新しく魅力的に感じた男がいたから、その男との子供を作りたかった。だから、今まで一緒に生活してきたあんたやリオはいらなくなった。それだけ。それだけ？ええ、それだけ。だからなんで私がここにいるのかもわからない。本気で言っているのか？ユイの身勝手な主張を聞き、刑事はついに声を荒げた。お前
自分がどれだけ大変なことをしたのか分かってるのか。いや、分かっていたらそんなことは言えないよな。本当にお前と結婚した俺がバカだったよ。はあ？それは私のセリフなんだけど。もういい、あんたとは話したくない。会いたいとか言ったら全部許してくれると思ったのに、あんたたちに会いたいとか思うわけないじゃん。新しく好きになった男性がいるのに刑事に媚びてどうするの。うるさい、あんたは黙ってて。興奮しきったユイはその後も聞くに耐えない言葉を発し続ける。見かねた刑務官がユイをなだめたが、彼女は私たちをにらみつけるばかり。もういい、帰って。お前とは離婚するからな。今度送るからサインして送り返せよ。はいはい、離婚ね。いいもんね、娘もあんたにやるわ。私には私を待ってくれてる人がいるから。はい、そうですか。こうしてユイとの面会は終わった。やっぱり行かなくてよかった。そんなこと言われたら俺何したかわからないわ。正成に面会時の出来事を話すと冗談めいたようにそう言った。しかし正成のことだ。目の前でユイの発言を聞くと本当に何をしていたかわからない。きっと刑事よりもユイに怒りをぶつけていただろう。後日宣言していた通り、刑事とユイの離婚は成立。リオの親権も刑事のものとなった。慰謝料や養育費をどうするかなんて話も出たが、刑事曰く、ユイと関わりたくないから請求はしない。養育費はリオの権利だから俺がいらないと決めるのは申し訳ないけどな。でもその分不自由なく生活させるように頑張るから、とのことだ。やはり随分と頼もしくなったものだ。私は刑事の真剣な声色を聞き、素直にそう思った。その後ユイは裁判を経てそれ相応の罰を受けることに。現在は刑務所で罪を償っているそうだ。事件があった後、事情を知ったユイの両親からは謝罪の電話が来た。まさかこんなことになっているとは思わなかった、本当に申し訳なかったと。ユイの両親は遠い地に住んでいる。言ってしまえばユイがこの地で何をしていたか知らなくてもしょうがないと感じた。私はユイの両親の謝罪を聞いた後、そのまま内容を刑事に伝言。すると刑事にも似たような内容の電話が来ていたそうだ。まあ俺もしょうがないと思うよ。刑事は困ったように言い、それ以降ユイの両親の話が話題となることはなくなった。ユイに判決が下されて半年後、家の郵便受けを覗くと一通の手紙が。差出人はユイだ。これユイさんから手紙。え？刑事に手紙を渡し中身を確認してもらう。これはひどいな。見せてもらっていい？お願いして手紙を見せてもらうと、そこにはユイの思いがしたためられていた。しかしそのほとんどが自分本位なものばかり。友達が面会に来てくれない、浮気相手には振られた、もう誰も会いに来てくれない、寂しいなど。手紙の最後には謝るから会いに来てほしいといった旨の文章が。これは。刑事はため息を一つつき、手紙をテーブルに置く。あいつも好き勝手やってきた分、今はしんどい思いしてるんだろうな。ま、俺にはどうでもいいけど。そうね。父さんには見せないでおこう。なんかめっちゃ怒りそうだ。確かに。もう面会に行きたくもないし、行くつもりも全くない。どれだけ頼まれても絶対にユイには会いたくないと思っていた。それは私だけでなく、K
刑事も正重も同じ考えだそう。本当に離婚できてよかった。ことが一段落した後、刑事はぽつりとつぶやいた。あれから一年が経った今、私は正重、刑事、リオの四人で平穏な生活を送っている。刑事たちはもともと住んでいた賃貸を引き払い、私たちの家へ引っ越してきたのだ。大勢で生活するのは賑やかでいい。私は大好きな人たちと一緒に生活できる喜びをかみしめていた。ユイからの手紙はあの一通以降来なくなった。いろいろあったが、やはり平和な生活というものはいい。リオもすっかり元気になり、今は立派な小学生だ。新しいランドセルを背負い、毎日小学校へ通っている。友達ができたの。ニコニコと笑うリオを見て、泣きそうになるくらい幸せを感じた。この先もずっと幸せが続きますように。家族が笑顔でいられますように。私の願いはただそれだけだ。